大阪教育大学附属地、田中学校は、大阪府池田市緑ヶ丘にある国立の中学校。国際バカロレア教育の中等教育課程認定校で、グローバル化した社会で活躍できる人材を育てる。また、日本の中学校で、初めて世界保健機関推進の学校安全認証インターナショナル政府スクールを受けている。なお、同じ敷地に附属池田小学校。 付属高校池田校舎があり、連携し教育研究活動を行っている。通称は、府中で、その他、付属、大京大付属、地中があり、受験業界では、チフとされる。英語名称は、池田ジュニアハイスクールアタッシュド2大阪教育、ユニバーシティ。源流は1909年創立の大阪第に市販学校の付属国民学校の、高等化。 太平洋戦争後の1947年学生改革により、改組され、新生中学校の大阪第二市販学校付属中学校として、独立した。以後、教員養成大学の付属学校として、生徒に、中等普通教育のうち基礎的なものを行う、教育活動と学校教育の理論や、実践的の研究、教育実習生の受け入れなど、 研究活動を行っている。特に国際社会で活躍できる人間の育成を目指して、生徒の豊かなコミュニケーション能力と異文化への理解、自ら課題を発見し、解決する能力を育て、国際バカラレア教育のプログラムも研究。その成果を各教育委員会や公立学校に還元、普及を目指している。生徒は、 付属池田小学校から連絡進学した生徒と外部より中学受験で入学した生徒で構成され、1996年帰国子女の受け入れも開始。特別な学級編成を行わず、普通学級に在籍させて他の生徒と共に学ぶことにより、日本の文化や習慣を理解し、外国での経験を活かす教育を行っている。国際理解教育のほか、 総合的学習や融合型の学習を包括的に捉え、新時代への教育改革を目指して付属池田省、付属高等学校池田校舎と共同研究を開始。同じ敷地に中学校、中学校、高等学校があるメリットを活かし、小、中、高の連携で教育研究活動を行っている。2018年度の場合、 学びの質を高める次世代の ICT 活用をテーマに研究し、池田地区附属学校として研究の成果を毎週に発表。起用にまとめられている。創立以来、先進的な教育研究が活発に行われている。昭和20年代には、社会科を中心に生活経験学習が組まれたり、質研に関する研究発表会も行われていた。昭和50年代には、 ゆとりの時間の活用という30年来の教育課程の改革の中で、ゆとりある充実した学校生活を目標に教育課程、WEC 方式を開発独自の創意工夫の時間を誕生させた。WEC とは、W、勤労、E、講座、C、クラブの略。1989年、今までの教科や文化クラブ活動の内容や方法にとらわれず、 一人一人の発想や追求の過程を大切にする FA 活動を開始。後の総合的な学習の時間につながる。2004年から市民性を育む授業も開始。1年生で地域や国と海外との違いを学び、2年生で日本人のアイデンティティと日本の伝統文化を学び、3年生でアジア圏などとの国際交流や国際的な発信力を学ぶ。 2001年に発生した付属池田小事件を契機に大阪教育大学は学校災害による兄弟姉妹が死亡した生徒の発達過程と支援のあり方について研究チームを作り研究を行っている。その一環として付属池田中では2002年から通学中の事故で兄弟姉妹を亡くした経験を持つ生徒を受け入れている。なお、 付属池田中をはじめ池田地区付属学校園として、保護者や関係書機関と連携を図り、学校安全の実施、実践と教育研究に取り組んでおり、他の教育活動や研究活動と同じく、小中高12年間の学びのもと、階層性、系統性、連続性による総合値を育てている。これらを評価され2014年10月10日、日本の中学校で、 初めて世界保健機関推進のインターナショナルセーフスクールの認証を付属池田省と共に受けた。なお、事件の記憶の風化を防ぐため、付属学校園はもとより大阪教育大学でも2006年から毎年全学部の学生に特別講義を開講事件の概要や学校安全などを学んでいる。1947年に市販学校付属国民学校の 高等科から独立する際、池田城跡にある大阪府立海外商業学校の校舎を転用し、廃校となる商業学校の生徒も編入した。1957年、大阪学芸大学附属池田小学校と大阪学芸大学附属高等学校池田校舎の高知へ移転。小、中、高が整う分教施設となる。なお、 現在の高知は大日本帝国陸軍大阪砲兵交渉の池田文工場の後だったと言い,い、煙突3本のある工場を改修して作られた体育館は1970年に取り壊されるまで名物であった風水新 ISS 認証に加えて2015年度に大阪教育大学が始めた認証制度セーフティプロモーションスクールに認証され2016年度予算案には 文部科学省から補助金も盛り込まれた。大阪教育大学の開学記念日である11月1日は、本校の開校日ではないが、開学記念日に設定されており、休校となる。1964年16期生により、けヤきが植樹され、欅坂として、池田キャンパスの名所となっている。1996年創立50周年、記念として、 卒業生で世界的造形作家の新宮進むの製作モニュメント、搬送する雲が設置された。効果効果は池田市半学校の硬貨をそのまま用いている。隣接の付属池田小学校も同じ効果である。なお、効果の作詞者は不明で、作曲者は小部宇八。高所一般生徒、国際枠生と学校災害特別研究生徒からなる。 混合学級で授業を行っており、2016年から国際バカロレアの制度も取り入れた IB 教育を行っている。いち早く ICT 教育に対応し、施設面では1993年に電脳教室が翌1994年にメディアセンターが設置。2012年市長格教室遠隔授業システムが完成し、2013年に 電子黒板もすべての普通教室に設置している。2015年3月には、統一地方選に合わせて、他の中学校を招き、地方自治の課題をテーマに討論する試みも行われ、生徒から、地方自治体扶養、投票権14歳など大胆な提案も出された。なお、1996年に、創立50周年事業として、出身者、卒業生による特別講義、 先輩の授業を受けようが開催。以後、各界の第一線で活躍する卒業生が毎年特別授業を行っている。これは日本放送協会テレビ番組課外授業よこそ先輩に先駆けた授業である。通学区域は学校の指定した大阪府中部、北部と兵庫県南東部の区域で通学時間が九十分以内。一般枠。 国際枠8名以内、学校災害特別研究生と4名以内を含めて男女計160名。なお、一般枠には国語、算数からなる第一次選考と第一次選考合格者対象の社会、または理科、音楽、または図工、または家庭、または体育及び調査所からなる第二次選考がある。倍率は例年8倍程度。 ありがとうございます。